またポケ仮面さんが紹介してた新人歌い手グループが、解散はしてないんですが、2人脱退してますよ。本当にポケ仮面さんの呪いってあるんですねって。また来ちゃったポケ仮面の呪い。これ何、誰、プロキス紹介しましたね。プロキス公式アカウント、リスナー様のお知らせです。本日9時より5人での配信、最後の配信を撮ります。後ろ向きにやめるわけではなく、深刻な配信は撮りませんので事前にご了承ください。いつもクロキスを応援していただきありがとうございます。突然ですが皆様のお知らせがございます。この度ティアとライムがクロキスを卒業することが決定いたしました。理由といたしましては、メンバー内での活動の方向性の違いが原因と なります。ただメンバーで話し合った結果、クロキスのグループ自体はツモちゃん、リルム、キュナ君の3人で継続することとなりました。これから今までと変わらず個人の活動は継続していきますのでよろしくお願いしますと。リルム君、ツモちゃん、キュア君とこの3人だよね。なにこの真ん中の人とこの白い人がいなくなっちゃったの。ライム君とティア君が前から争ってる感じがあった。そうなの。あ、でもストプリもなんか9人から脱退してんな、そう考えたら。ストプリも最初9人だったんだ。みんな卒業しても長く続ければ伸びるってことだ。クロキスで卒業って言ったけど、この3人で続けたら伸びる可能性があるから。あ、ちょ、どう、クロキス何があった、なんで2人卒業しちゃったのあれ。え、なんか別にそんなになんか特別なことはないで。あ、ないんだ。もう単純に本当に、うん、何やろ、最終的に、うん、なんか目標にする部分って言ったらあれか、なんて言ったらいいのかな、行き着きたい先がちょっと変わった、うん、なんかそのメンバー内で、はい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 、そうだからもっとぐん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 伸びて、うん、言ったら今このいちごの企画やってる人たちみたいに本当になりたいっていう人たちと、うん、あとはもうなんかぼちぼちやって自分たちが楽しかったらそれが一番じゃないかっていう意見があって。ああ、なるほどね、はいはいはい、そうそうそう。で別になんか喧嘩したとかもないし。じゃあお互いのモチベとかもそうだけど、まあ合わなかったってことか。まあ最終的にもそれに近いかなっていう。そのなんかさ、ライム君とキュア君がいい、キュア君だっけ、なんか誰だっけ、なんか言い合いとか、あれはないの。そんな言い合いとかはないで、ただその言ったらグループ内で意見の違いっていうのはあったから、うん、そういうので言い合うっていうのはまあまあまあ普通のことやと思うから、はいはい、それぐらいしかなかったんだよ。別にそれでなんか仲違いしたとかもないし。ああ、じゃあまあ円満に卒業したってことか。そうで、まあ今後、うん、まあ言ったら5人でのコラボとかもまたできたらいいねみたいな感じで終わった。なるほどね、よかったよ。いや俺がまた紹介した人がさいや僕、いやガチでね、あの、はい、なんか持ってるんだろうね。そうあるんだよ、俺紹介した人みんな解散とか活動休止とかいなくなるんだよみんなマジマジマジで、なんかメンバー脱退とか多いのよ。まあまあまあ、多分あれじゃない、なんかもともとそんなに知名度がなかった人たちが紹介されてガッて上がってプレッシャーに押しつぶされたとかじゃないの。あー、でもね、やっぱ多くの人に知ってもらいたいとかありますから、僕の自己、まあまあ、自己満なんですけどね。まあ俺らはすごい嬉しかったし、なんかグループ LINE でもうおポケ仮面が紹介してくれたってみんな言ってた。あー、じゃあこれからも頑張ってよリルム君。頑張る。ご飯行こうよ普通に。行こう行こう。うん、大阪でしたっけ。そう、でも多分そっちに行くこともあると思うし。あ、本当ですか。うん、じゃあその時また会いましょう。ぜひぜひ。はいはい、ありがとうね。はい、お邪魔しました。はい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 、はい、すみません。はい、ありがとう。元、クロキスのライム君についてです。降りたリスナーにこんな DM 送ってます。なんでいちいちそうやって悲しいことするの。ああ、もったいない。なんでな、ついてくる言うたんや。なんでな、逃げるん、何も言ってくれんの。出戻りもしないの。幸せ届けられてなかったの。俺の努力は意味なかったの。ねえ、聞いてんの。ねえ、むしろひどすぎん。最悪でしょ。いろいろ考えてんだよね。いろいろ言っちゃってごめんね。活動やめたら楽になるのかも。もう別赤で別の人をし始めてる感じ。え、フォロワー外したの。応援する気ないの。え、なんでな、さっきの嘘だったんだ。無視な、無視やめて。フォロワー外れして、そんな最低な人だったのな。そんな程度だったの。絶対後悔させてやるからな。マジで有名になって俺ってことを後悔させてやるからな。見てるよ。なんかあるならいいなよ。裏垢どこでぐちぐち言っても無駄やで。女ってマジでわかんないよな。ほんとすぐに嘘つくわ。なんか言ってよ。なんで何も言わんの。なんでフォロー外すの。これ加工？加工じゃないです。
じゃあ相手のアカウントとか相手の送ってる文面 DM とかくれ。押しマーク外したんだね。ツイート見たか嫌いになったのかな。見ました、違います。応援という形になりました。自分勝手でごめんなさい。そうか、そんな感じなんだ。ツイートもいちいちしなくてよくない。なんでいちいちそうやって悲しいことするの。正直に言います、今のライムさんはすごく怖いです。何が応援する形とか言って降りたら見ないっしょ。ずっとついてきたかったんです。 DM の嵐で私はどうしたらいいか分かんないです。出戻り待ってるね。僕もカットなって言っちゃうことあるかも。それはごめんね。僕も活動やめるか最近悩んでてね、いろいろ考えてたんだよね。いろいろ言っちゃってごめんね。これも加工っぽいよね。動画でちょうだい、画面収録の。これはでも何とでも思っていただいてもらっていいのですが、ライムは本当にあの人を黒キスないってから態度変わりました。キュナ君とかも荒れてたので、キュナ君が正直に話せばライムがいろいろやらかしてきたことも分かると思います。今まで散々騙されて彼女ごと炎上してますし、リスナーにメンバーの愚痴を言って黒キスとしては仲良いメンバーもいたと思いますが、キュナ、ライ、ティア、ライは仲悪く、すべてライムの自己中で、それにメンバーが流されてた感じはありました。リルム君の言ってることは正しいんだろうと思いますが、リスナーだった側からしたら、もうライムとその子分のグループって感じでした。私は聞いただけなので何とも言えませんが、今そのライムから DM の嵐を受けた子が怖すぎてアカウントを消してしまって、今復活できるかどうか試してるらしいです。でもまあこう言ってるけどね、なんだかんだ、あれがコラ画像もあるし、まあコラ画像じゃなかったとしても、メンバー同士で円満にもう脱退したって言ってんだから、もうそれが真実でしょ。いくら何言ったって。でもこれからもう新人歌えてグループの紹介やめようかな俺。これからもあのグループ紹介できたら紹介するけどね。はい。俺今まで脱退したグループ解散したグループ数えたけど、あの9個ぐらい解散しとるで、俺が紹介した新人歌えてグループ。やばすぎやろ。